では始めていきたいと思います。はい、一斉のせこんにちは、ひまひまです。そしてひまままです。はい、ということで、はい、学校帰りのひまと、うん、あのちゃんとメイクをしているまま、はい、メイクしてる今日？してるよ、軽く。あ、軽く、うん、あとでお送りをしていきたいんですけど今日はママともう10時ぐらいなんですけど超太る時間になんとお菓子パーティーで恋バナ大会しちゃいたいと思います。暴露大会。あー、怖い怖い。でもなかなかママと恋バナとかしたことなくない？ないよ、私たち。いや、ない。だから結構楽しみです。やだ、ちょっと恥ずかしい。やっていきましょう。レッツゴー。ということで今日はチョコとかバレンタインに作ったお菓子とかポテトチップスとか用意してるので食べていきたいと思います。はい、いただきます。じゃあまずポテトチップス。もうさ、夜のポテトチップス最高じゃない？うん、うん、おいしい、おいしい。しかもね、これみんな見てください、うん、ハート、うん、恋バナにはもってこいじゃないですか。こんな、では何ですか、はい、恋バナしていきますか。していきましょうか。じゃあママはじゃあ初恋はいつですか？初恋ね、初恋っていうのはさ、あれ、こうちょっとこう好きになったなみたいな、うんうんうん、それはですね、うん、中1ですよ。え？中1、うんうん、そりゃそうじゃない？小学校とかは全くなかった。幼稚園もないし、まあ正味覚えてないよね。覚えてない、幼稚園の頃なんて。僕ね、初恋幼稚園とか言ってる子はなんかみんなすごい、うん、記憶力がすごいなって今思う、うん、でちなみに、うん、中学校では、うん、恋愛というものをほぼしなかったんですよ。ほぼっていうかしてない。好きな子できなかった、中学の時ね。え、全く。先輩いなかった？イケメン。誰誰誰誰誰誰誰。先輩はさ、いたような気がするよ。一人か二人ぐらいはイケメンさんは。でもあんまりさ、接点がなかったよね、うん、上も下も別に繋がりなかった。全然なかったね、うん、うん、初恋ね。幼稚園私幼稚園はマジで覚えてなくて小学校も覚えてない、うん。本当に初恋って言ったっけ私。前動画で言ったんだよな。でもなんかひまちゃんのことをちょっと好きだって言ってくれてる男の子がいたのはそのママから聞いた、うん、幼稚園の時に。そう、ウケる。しかもそれ二人ともいとこ同士。ん、いとこ同士の二人が、そう、二人がいとこでひまのこと好きだったの、うん、おもろい。持って持ってじゃん、幼稚園の日は。チョコ持ってったんだよ、お家まで。うん、それ覚えてる。今久々に会ったら、うん、多分イケメンだと思う。あの時かっこよかったもん、だって、ね、で、ちなみにひまとお兄ちゃん、うん、どっちの方がモテますか、ママから見て。だから人生においてお兄ちゃんじゃない、うん、やっぱりね、女の子は結構グイグイなのよ。お兄ちゃんのことをずっと思ってくれた子はいた。何人も。なんで福建の部屋。だってママ同士仲いいから。え、そう、小学校の時。うん、はいはい。じゃあママが中1の時は周りに付き合ってる人いた？ママの知ってる感じはいなかった。うん、けどそういう噂は聞いたことあるよ。私の中学は本当に周りに付き合ってる子がいなさすぎて、うんうん、中学の時に環境が、うん、もうそれ付き合うってことに対して慣れてなさすぎて免疫がなさすぎてだってあんまりさ、男の子と喋ったりしなかったでしょ。いや、クラスの子と全然話したよ。あ、そうなの。うん、でも私男子と話してるところを親に見られたくないんですよ。あ、今はいいの、別に今は、うんうん、中学は良かったんだけど小学校ぐらいまでは本当に嫌だったのね、それが。あ、そうなの。だから鹿児島の時の隣のそらくん、ごめんなさい。あの授業参観の時そらくんのこといつも話してたのね。なんか小学校2年生でそらくん、何そらくんか忘れちゃったんだけど、うん、2年生でバイバイってあのもう転校したから、うん、でもそのそらくんのことを授業参観中にいつもなら、あ、そうだよねそうだよねみたいな教官にちゃんと話すのに、その時だけ何それみたいな返答しちゃったんですよ本当にそれが今も悔いで、うん、でも多分向こうのそらくんは多分ひまちゃんのことは今見てくれてると思うよ。知ってると思うよ。やっぱり知ってるよ、だって鹿児島では。そらくんだよ、そらくん、うん、え、マジで接点ない。ママは違うんですよ、ギャルだったのよ。違う、それは全然ギャル、ね、違う違う、中学校の時は全然ギャルとかじゃないじゃあパパとの馴れ初めは何ですか、ちなみに。はい、これそんなのじゃ興味ないんじゃない、みんな。いや、うん、ですよ。パパとのお友達の紹介、うん、でほんと単純な感じ、うん、うんうんうん、そうそう。で最初はずっとお友達だったの、お友達、そうだね、顔見知りな感じ。
絵でなんかいいなって思い始めたの。あーそうだね。もう私は好きと気になるのその境目が分かんないんですよ。どっからが好きって感じるの？だってさ最初そうだね、会った時は別にあんまり何とも思ってなくて、うんうん、でだんだんさこう一緒に遊びに行ったりするようになると、うん、仕草とかさ喋、うん、り方とか、うん、優しさとかがこう、うん、ここやだ恥ずかしい、うん、心にこう感じるものがあるんですよ。でなんかいいかもみたいな、うん、なんもないよねそういうのね。ひまちゃんってこう分かんないんだよね。なんか自分が一目惚れもないよね。一目惚れとかしたことないと思う。そうえしたことある逆に一目惚れ、うん、あ、それはないねこの人かっこいいとはなるよ、さすがに。あまあね、だってさ、いるじゃない YouTuber さんでもさ、いろんな人会うけど全然いるね、かっこいいなっていう人もいるけど、うん、普通に好きとはならない。ないよね。なんか、かっこいいぐらい。そうだね、いい人だったねっていう感じだよね、うん、動画で見るよりも全然かっこよかったねっていうのはあるけど、うん、そこは好きにはならないんだよね。そうね。まずね、あの聞いて出会いがない。え、だから私ちょっと一個悩みがあって、うん、本当に一生このまま孤独の身かもみたいな思うんですよ。恋をしてないからね。聞きたいもん。いやだから恋をしてなくはない。別に気になる人いるって言ってるじゃないですか。あ、気になる人はいるよ、うん、けれども、うん、そこからさどうね発展するのかは分かりませんが、うん、たださ気になるって言ってもその恋愛とかなのかは分かんないし、ただママに言ってますよね結構私。そうね、だからやっぱり一回モテないとわかんないのよ。え、ちょっといいですか。え、ママってめっちゃモテたんですよ昔はい、どうぞ。はい、どうぞ。モテエピソードはなんか、え、やだなんで知ってんのそれ。自分でしょ。言ってないよ、パパって言ったらママめっちゃ自分モテてたみたいな、ね、ママモテてたくせにひまちゃんモテないよねみたいな、よく言ってくるんですよ。はい、で、どうぞモテエピソード一回かまして。お願いあまりにも告白されすぎてちょっと男性恐怖症になっちゃってなよく流行ったの昔、なんかちょっと裏に来てって呼んでるよとか言って、マジ怖い言われるんだけど、もうそういうのがちょっと嫌で、うん、で女子校行った。え、それ中学の話持ってたのって。中学も持ててたよ。で高校用も高校でまあいろいろさお友達学校違う学校と違う学校とってさこう、うん、あ合コンみたいな。そうそうそう、あ合コンっていうの今も、うん、うん、そうなんとかと、うん、そうまあ持ってた。うわー、じゃあその時代はインスタとかあんまなかったじゃないですかないないない。そうよ。じゃあみんなどうやってあの連絡とかするの。高校生の時は、うん、ポケベルとか。ああ、でちゃんとやってたんだ。そう。え、じゃあもうインスタとかさあったらもっとモテてたのかもね。ウケるんだけど、なのになんで娘はこんなモテないの。ちょっといいですか、一個これ結構初公開。え、別にいや、ママには言ってたけど、あのちょっとこれは、あの年を言ったらバレちゃうんで、私の人生の中って考えてください、うん、で、私めっちゃ仲いい友達がいて、で、めっちゃ仲いい友達のことを好きな男の子がいたんですよ、うん、で、3回ぐらい告ったの、その子に、うん、で、振られちゃって、うん、したらなぜか、次今に来て、好意が言ったやん。そこは知らない。え、嘘でしょ。3回までしか知らない嘘で、1回今に来たの。1回来たの。うん、やばい、待って、来たの。1回来たよ。なんで分かったの、それは。雰囲気か。でもそれも聞いてほしいじゃん。はい、すいません、はいはい。その間にもっと面白いことがあって、うん、まあ、その男の子を3回告って振られました、うん、そしたらひまが相談に乗ってあげたの、うん、え、どうしたのみたいな、大丈夫みたいな、うん、俺もう恋愛はいいって言って、うん、そしたらその次に、うん、なんか後輩に告ったんだって、うん、次、うん、で振られちゃって、うん、次ひまに次が好意が来たの、うん、ただ告白されたのないの、うん、好意が来て、うん、それも多分3日とか多分で終わって、うん、次また今仲いい子に戻ったの、うん、そのここ何みたいな、うん、ここ一瞬もうこんなよ今で一瞬こう生きたと思ったら戻ったみたいな感じだったんですよ。そういうのはある。ああ、そういうちょっと味わったわけね。少しはなんかちょっと言われたらどうしようみたいな。あ、そう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 、言われたらどうしたの。そんなこと言えませんよ。そんなこと言えませんよ、うん、まあね、そういうあのまあこれからよ。いや、ねね、じゃあさ告られた人数何。やだー、それ言っちゃうよ。はい、お願いします。女子校行ってなかったらもっと多かったってわけだから。今結構ハードル上がってるからねだってそこまでそういう出会いはあんまなかったから、うん、だけどまあ
これじゃ収まらない。収まりません。やば、これじゃ収まらない。そう。はい。うん。何それ。細かく考えて、2年生の時のとか入れたら、どんぐらいはあると思う。だってこうやって言われたことあるの？だから覚えてんのが今でも鮮明に、小学2年生の時に校庭の砂を触りながら、ね、好きな子誰っつって、そしたらひまちゃんみたいな。本当？ありがとうって。うん。そういう無事転校しました。無事ね、転校されましたね。はい、食べて食べて、でも食べても食べるしかない、食べるしかない。はい、ケーピー。もう、やだママのことも聞かれて。人生いろいろあるから、これからだから。まあ、人生これからですよね。うん、まあ、あの、皆さん、好きな人ができたら報告するので、うん、それはよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、とにかくママがモテ女だったっていう。ねえ、恥ずかしい。まあ、確かにママって顔面偏差値は高いと思うから、うん、それに関してはまあ憎めないけど、はい、ただこっから生まれてるんですよ、このお腹からピョーン、お腹からピョーン、お腹からピョーン。で、そうですよ。なのに私はモテないんですよ。そんなことない。これから、うん、これからじゃあいろんな出会いがありますから、はい、いろんな出会いを求めて頑張っていきたいと思います。ということで今回はママとね、お菓子パーティーをしながら恋バナだったんですけど、はい、うん、まだまだ知らずざるモテエピソードがたくさん出てくると思うので、第2弾も期待ということでね、よろしくお願いします。すごいことあるよ。何？だからそれは第2弾で、あ、はい、待っててください。はい、では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。ここから食べよう、食べよう、本当に本気で食べてる。欲しいも大好き。また2個目なんか言われたこともないもんね、残念ながら。あると、あ、ひまちゃん、なんか、可愛いですねって言ってくれるけどさ、それ以上はないよね。ないない、全然ない。だから全然ないんですよ、本当にそういうのが。はい。